チョトパジャップは、新朝、中華民国の軍人、政治家、モンゴル族、デムチュクドンドブラのモロコジチ運動に参加した人物の一人で、ある。字は、余界、重界、卓王とも呼ばれる。1900年、三軍馬隊の将官として、軍歴を開始する。新朝の牧場の異教領、聖教領を歴任し、1909年、牧場総監となった。 1911年、モンゴル軍と国境のダリガンガで戦う。しかし敗北して捕らえられ、フレイに3年間拘禁された。帰国後に、チョトパジャップは、北京政府から記名服徒党に任ぜられた。1915年、貴族討伐に軍港を挙げ、四等分虎賞を授与されている。同年、牧場上も兼ねた。翌年、バボージャブラを討伐して、これを捕虜としている。 この軍港により、陸軍中将に昇進した。1918年8月、安福国会で、衆議院議員に選出される。国民政府成立後の1929年に、猛蔵委員会中北平弁寺所副所長に、任ぜられる。1932年10月、猛虎地方自治政務委員会チャハルブ法案長官に、任ぜられた。翌年8月、 チャハル省政府委員に任命される。1934年3月、猛虎地方自治政務委員会委員となった。それから間もなく、チョトパジャップは、デムチュクドンロブヤリ主審に協力して、南モンゴル自治運動を開始する。1937年10月、チョトパジャップは、猛虎連盟自治政府に参加し、参議院チャハル命名庁に就任する。翌月、 盲協連合委員会総務委員会委員となった。翌年7月、同委員会の総務部部長に昇格している。1939年9月、盲庫連合自治政府が成立すると、政務委員長兼茶春命名長となった。翌年3月、南京国民政府の中央政治会議に、盲庫川代表として参加した。まもなく、中国国民党中央質官委員。 中央政治委員会委員に選出されている。1941年、蒙古連合自治政府参議会議長に移動した。1945年以後の消息は不明である。ありがとうございます。